菊池正隆像、菊池正隆栄章6年うるう8月17日は、菊池氏の第23代当主。日後守護、菊池重康の子で、第20代当主ため国の弟ため康の孫にあたる。署名は正とも、別名に忠友ともなどがある。直系の菊池本家としては、最後の当主となる。栄章元年、先代の当主、菊池農運が死去した。 農運には、子がいたが、鵜田目光との戦いで逃亡した際に弟に預けており、高南を恐れ、菊池聖を隠しそのままメラに土着したため、農運の遺言により鳩子に当たる正友が養子となって14歳で、菊池氏の家督を継ぎ、肥後守を称して名も、正隆と改めた。永正2年、若年の正隆を軽んじ、かねてから、菊池氏に反抗的であった。 日後の国人衆が、阿蘇市や大友市と共謀し、大宮市、阿蘇これ長を擁立して、正隆を廃立しようと謀反を起こした。英章4年、正隆は、懸命に戦うも、居城を追われ、はじめ相良町ごとを頼って、八代に逃れ、足北でかくまわれたが、相良氏の助力が得られなかったので、島原ついで筑後で再起を図った。英章6年、 大友氏の小級も親満の攻撃を受けて、捕らえられたが、その後創中に、田島神塚で、急進、玉谷貞地下が待ち伏せして奪還。久米安国寺にこもった。しかし、うるう8月17日、久米玄合戦で、再びイブ教軍に敗れ、当主となりわずか3年で同地にて自害した。去年19。法名は元松院、天仙源ゆうこじ。 墓地は同じくこのクメアン国寺にある。ありがとうございます。